皆さんこんばんは。今回は福袋開封動画ということで、福袋を開封していきたいと思います。私ですね、本日買った福袋なんですけれど、こちらです。ふっ、うんうん、しまどいて、しまどいて、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、ヨドバシカメラの福袋。しばちゃんと比べても大きさが分かると思うんですけれど、相当でかいです。こちらを開封していきたいと思います。中身はですね、どうやらキッチングッズ、キッチン家電が入ってるらしいんですよ。私も2017年自炊生活でね、さまざまな料理をしたいなと思うんですけれど、めんどくさい工程とかをね、楽にしてくれるキッチン家電が入ってるらしいので、こちらを開けていきたいと思います。いいの入ってるといいな。何が一番当たりなんだろう。炊飯器とかかな。炊飯器持ってるんだけどとりあえずじゃあ開けていきましょうかね。梱包がすげえ厳重、相当高級なもんが入ってますよ。これね、お値段言うの忘れてた、1万円でした。1万円で何万円相当のものが入ってるかは聞いていません。10万円ぐらい入ってるんじゃないかと予想しております。なんせ福袋ですからね。服が入っていなければ福袋というわけがないので、もちろん服は入ってると思います。それではオープンしてみましょう。あ、よいしょ。さあ、開いた開いた開いた。で、お、なんかすごいのが入ってるよ。たくさん、思った以上にたくさん入ってる。まず1つ目、おお、すげえ、ホットサンドメーカーだ。じゃじゃんじゃんじゃん。電子レンジでこんがりホットサンド。電子レンジで作れるの？ああ、そういうこと。これ挟むじゃん。挟んだら電子レンジに入れるとってやつだ。ほら、シリコン製になってる。すげえ、家電と言えるのこれ。電化製品じゃないじゃんこれで挟むのよ。ここにパンを入れて、でパチってやるじゃん。でカチってやったら、そのまま電子レンジでチンすればホットサンドができてるってやつだよ。すげえ、かわいいし、ほら見た目おしゃれでかわいいじゃん。これいい、やった。これでもうすでに1万円分の価値あるんじゃないかはい、じゃあ1個目、ホットサンドメーカーでした。はい、じゃあ次は、おお、ケトル、電子ケトル持ってるんだよな俺1個。まあでも8リットルでしょ。持ってるんだよなケトルは。いやでも、もしかしたら壊れるかもしれないから、もう結構使ってるんで、3年近く使ってるんで、もしかしたら壊れるかもしれないんで、こちらね、物置小屋で大切に保存しときたいと思います。はい、ケトルでした。さあ次がこれ、え、なにこれ、ハミルトンビーチ。ハミルトンビーチって何。ハミルトン、あ、エッグマフィンが作れるんだこれ。ほら、一気に上にパンを挟んで、でハムとかチーズを焼いて、卵も一緒に焼いて、5分経ったらあとは全部挟むだけみたいな。すげえ、あると便利かもしれないどうしてもさ、エッグマフィンが食いたい時とかいいかもね。あ、でもいろいろ作れるよ、ほら。トマトとかハムとかさ、やったり。あ、いいじゃない。マックへ行かなくて済むよ。なるほど。朝マックが食いたいなっていう時は食える。絶対これさ、自分じゃ買おうと思わないよね。福袋に入ってたから使うっていうぐらいのレベルだけど。でもこれはね、使いようによっては使えるかもしれない。はい。サンドウィッチメーカーでした。意外といいもの入ってるもんだね。もっとクソなのしか入ってないかと思ったけどさ、意外にさ、自分じゃ買わないようなもの入ってるね。ただこういうのチャレンジしたくなっちゃう。これで動画も作れるよ。お、あ、いいやつだ。エナジャイザー。蛍光灯っていうよりもちょっと明るい蛍光灯みたいな。だから防災袋の中に入れとくと便利だよってやつよね。あ、これいいわ。ライト持ってんだけどな、防災袋でもライトっていくつあってもいいじゃん。うん、1つじゃ足りないかもしれないし、この大きさだったらね、もう1個ぐらい入れても全然問題ないと思うんで、いいと思います。ありがとうございます。次、これ残り1個ってこと？
これあとこれぐらいの大きさのでっかいのが入ってんだけど、しかも超有名メーカーですよ。フィリップスの、これか原因は。これ持ってくの大変だったぞお前のせいで。出た。重い。はい。よいしょ。これヌードルメーカー。生麺作れるんだよこれで。よいしょ。これが重かったんだ。これがフィリップスヌードルメーカー。かっこいいよこれ。あのパスタとかうどんとか作れるやつ、そばとか生麺から自分で作れるよ。ほらこれ結構いいやつじゃん。しかもこれ元値いくらぐらいだ。ちょっとこれ見てみよう。アマゾン価格で、はい、こちらですね、アマゾン価格で9860円でした。1万円の福袋なんで、これだけでもう元取れたようなもんだよね。ヌードルメーカー、しかもアマゾンの評価もかなりいいですよこれ。店に行く必要なしみたいな、最高みたいな、なくてはならないものみたいなのもすごい言われてるよ。掃除が面倒だけど手軽に生麺、あ、掃除面倒なのか。まあでも頻繁に使うものじゃないしね、たまにさちょっと生麺を味わいたいみたいな。年越しそば食べるときにさ、自分でねそば作れるじゃん、手打ちそば。それで食べられるわ。まあ、丸々1年先の話なんだけどね。いやでもいい。はい、というわけで今回の戦績は5品でした。一応ね、他の価格も Amazon で調べてみてみたんですけれど、まあ、ヌードルメーカーが9860円で、こちらのサンドイッチメーカー、こちらが5500円でした。で、このエレクトリックケトル、これがですね5400円の品が2445円になっておりまして、2445円です。で、このライト、これが1299円で、こちらのサンドイッチメーカー、メーカー多いな、4100円のものが2920円になってました。で、合計しますと22024円分の商品でした。まあ1万円の商品なんで、まあ倍近く得をしたという計算になりますね。まあ普段買わないようなものばかりなんですけれど、あると便利みたいなものが多いので、まあこういう機会じゃないとね買うこともないと思うんで、せっかくなんでこちらも使ってみたいと思います。このヌードルメーカーとかで麺作って料理するっていうのも動画として撮れるしね、こちらを使っていきたいと思います。この商品レビューとかもちょっとしてみようかね。はーい、というわけで今回初めての私福袋開封動画、まあ福箱だったんですけどね、開封動画ということだったんですけど、意外に当たりあるものだね。これてっきりさ、もうほんとクソなのしか入ってないんじゃないかなみたいな、そういうイメージがあったんですよ福袋には。なので意外にいいもの入ってて得したなと、今年1年幸先いいなという感じになりました。ありがとうございました。福袋自体はですね、2日3日から、いろいろといろんなところでね、販売を始めるんですけど、私が欲しい福袋というのが明日発売、7月2日発売なので、そちらも買ってみたいと思います。はい。というわけで今回はヨドバシカメラさんの福袋でした。皆さんも1年の運を確かめるという意味でも、福袋挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日はこれで終わりたいと思います。はい、というわけでこれにて終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今年も一年よろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。